どうも、マルビリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。本日のマルチ放送の内容はこちら。とっこそび、何それおいしいの。そんなもんいらんから、マルチみんなでやろう、スペシャル。これが、極光装備なんていらない最適機械でございます。本当かどうかわかりません。今から実証します。不死鳥斧構成です。不死鳥の貫突になってしまってますが、まあこれはね、さすがに、まあこのちょっと前の武器なんで、貫突要求なんですよ、この武器は。残念ながら。そして、頭は、極光縛りということで、メラ系の不死鳥斧に対して、極光頭を入れたいところですが、極光装備はなしだよと、特攻装備はなしだよということで、聖人兜でヒャドバギ強強で、ケアします。眠り極みは意味ありません。そして竜の女王ロブは、覚醒前のやつ、みんな使いやすいように一応選択してます。覚醒がある人は覚醒でもいいと思いますが、性能としては変わらないので、レガリア以降、まあ変わらないというか、ラルガンに対応するために必要な要素は、無覚醒無凸ロブで十分だよと。で、赤武者甲冑下は、これは必須要件ですね。今回のラルガンをやるには。だからこれない人の方がきつい。極光装備なしでクリアしようとすると、これがないとっていうことなんですよ。言いたいことは。極光装備がないからきついんじゃないの。極光装備なくても別にクリアできる装備があれば別にいいんだけど、極光装備ないっていうことだけで考えるのやめちゃって、その他を検討もせずにやろうとしてるからクリアできないわけ。ここ大事だよ、みんな。テスト出るよ。なんで赤武者甲冑下は必須要件と。で、ラッパの固定が一応考え方としては、この構成だとやっぱり特攻武器じゃないのでダメージが出ません。これはもう周知の事実です。なので、それを少しでもケアするために、守備力ダウンガード、極みを持ちながら、CT0 秒盾で火力も上がり、速度も上がる、瞬間的に対応立ち回りができるという素晴らしい最強盾、現状星空最強盾ラッパコテは、ちょっと使わせてください。ここは、ちょっと検討の余地あり。実際にプレイして、これラッパいらねえわ。むしろラッパだとクリアしにくいわってなる可能性もある。なんでかというと、一旦に一回しかガードできないから。今回の立ち回りだと、普通にガード要求とかされる可能性があるので。で、ダメージ結構受け続けて耐えれるかどうかということと、状態異常まで食らってしまう可能性があるんで、一応麻痺混乱ケア。だからこれ、今、ギガ伝説級特攻装備&極光装備なし縛りを初見プレイ魔王級じゃないけどギガ伝説級みたいなノリでやってます。で、斧回転書に、ごめん。教えは適当だったな。加護はとりあえずこれで大丈夫かなっていう感じですね。で、スキルセットは覇王演算がちょっと肝になるかなということと、まあ、不死鳥の選んだ理由としてもメラであるということと、不死鳥劣化で CT100% プラス、まあ、竜神山回は CT100% じゃないんですけど、まあ、一応メラということで、まあ、作りやすいかなと。今回の800円ガチャでも出れるし、錬金すれば取れるので入れてます。参考になりやすいやつをチョイスしました。メラ特技力 5% アップの紋章に悪魔系 1.1 倍で、まあ、ダメージは確保しようと。で、ヒャドは、バギーはもう装備側で今日2枚積んでるんで、ほぼほぼケアできてるんですけど、紋章のサブスキルにいいのがなかったんで、一応バギーは入れてますが、メインにヒャド2枚と混乱 25%。麻痺はちょっと捨て気味。まあ、麻痺は運ゲーです。多分混乱の方が受けやすいと思う。怒りはまあ一回ケアしたい。まあまあいいね。とりあえずこれでやってみるわ。さあ、ラルガンギガ伝説級。まあちなみにこれ伝説級だったら余裕でクリアできる。と思う。本当かどうか知りません。ということで、ラルガンでギガ伝説級を今回は極光装備なし。まあもちろん特攻装備をなしにっていうところをね、特攻装備がないとクリアできないっていう誤った概念を私は壊すよと。いうことで、まずは特攻装備をなしの4人パーティーで組んでます。で、さらに言うと、極光装備っていうかさ、特攻装備がないとダメって言ってさ、武器だけ外しても面白くないんだよ。防具がね、極光装備だったら結局今回のガチャ使ってやってるやんというツッコミが入るので、極光装備もなしです。特攻装備も極光装備もなし縛り。で、この構成。バドキン2枚に天地雷飯アルカナロードでございます。私の装備まず確認していきましょう。不死鳥の構成。詳しくは多分前で言ったやつがあるので、そっちを参考にしていただければと思います。で、コロモちゃん、コタツさんも同じような構成ですかね。まあ、なんとなしで、なんか雷光召喚を積んできていただいてる。これがなんかミソになったりしないかなということと、春家がゼニスガンできていてます、いただいてますね。で、補助的な要素で立ち回っていただくと。で、小玉マンさんがアルカナロードの身長大きいパターンで魔界神を積んでいただくというところがミソかなと。あとのセットとかはちょっとやりながらね、解説実況、さらにはここがこうだったらよかったかもなんていう話もできていけばと思います。涙を持って。まあ道具セットもなんとなしとりあえずね、初見プレイなので、縛り初見プレイなので、まあなんか取り直すかもしれません。
で、食べ物も、こんな感じで。まあ、混乱とかもね、なんかいろいろあるかもしれないですけど、一回やってみましょう。ということで、レッツマルチプレイ。うん、ゴーゴー。行くぞー。あ、スタンプ押せなかった。レディゴーということでやってまいりました。実況解説、マルベリがお送りしてまいります。極光&特攻装備、ん?逆だな。特攻装備、かっこ、極光装備なし縛り。で、今回の主力火力に関しては、不死鳥斧でどこまでいけるのかというところの注目ポイントと、さらには 2P の衣ちゃんがね、今もうラッパの守護を準備していただいてますが、このラッパが初手打ちがいいのかどうかっていうところはちょっと私も疑問があるので、一旦初手打ちなしで私はやってみようかな。で、さらに怒りがどう出るかというところもあるので、まあ最初はね、失敗しても普通にもう一回やり直せばいいので、とりあえず今回は教えを初手怒りできるようにしてきたので、怒っちゃいますか。ただこれってどうなんだろう。CT 減るのかな。初手打ちできない可能性が出てくる。ラルガンの初動はね、比較的静かなる初動なので、最初からどうこうってことは多分ないのでね。あ、やっぱたまんないんだね、ここね。怒り初手打ちしちゃうと。たまんないっていうか CT 減が入っちゃいますね。不死鳥の場合。最近不死鳥のメイン武器で使うことなんてなかったからな。で、不死鳥のを叩いてみます。大体通じてるだろう。で、補助が入ってスピードキルトまで、しかも補助も入ってくれてますね。守備アップ、内射呪文アップ、素早さ上げまで全て入ってるんで、まあ、スピードキルトは火力上げの部分だけケアと。で、とりあえず、不死鳥劣化で1万5000ですから、皆さん。これが事実ですよ。ね。わかったでしょ?これでね、数千しか出ないとかね、言うんだったら、世の中的に言うね、あの、極光装備ないと厳しいっていう話なんですけど、これが事実です、皆さん。1万通るんですよ。これで勝てないわけがないでしょ。こんなのもう見てても、あ、もう、これ普通に、あ、もう、こういうことやんって。もう説明の余地ない。あれ、なんでこんな火力落ちた?あれおかしいな。おかしいな。まさか。え、ちょっと待って。そうか。怒ると、ごめん。俺の解説がおかしいね。怒るとガードができなくなるから、それで先にラッパー打ったんだよね。だからこれ怒り、ほら。見ましたかこのダメージ。なんすかこれ。え皆さん。誰ですか?ギガ伝説級のダメージは痛すぎて、無理ですよ、みたいな。これ冗談だからね。本気にしないでね、みんなね。さあ、ルビス、あ、じゃあ、小玉が入っていきますが、だから次ね、綺麗にやるんだったら、あの、瞬間にバフ付けは任して、小玉マンさんはもう最初から小玉打ってもらってた方が良かったかな。まあ、これは結果論なんで、まあ、次からっていう感じでしょうか。さあ、まあ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 、龍神座カイでもこれだけダメージ通りますよと。で、龍神座カイのは火力アップも入るんですね、今気づいたけど。50% で火力アップと。まあ、回心判定も入っちゃうんで、回心ダメージは軽減されちゃうんですが、さあ、ゴーマがどれぐらいかというところ。あと、今回、リベ補形を入れられてないんですけど、怯えですか。怯えでダメージ入っちゃうので、やっぱり、あれですね、補助側が結構大事な立ち回りになるかもしれませんね。で、ゴーマもこれですよ。皆さん。これはもう、あれな、あの、要は、シュンケさんのバフ付け。呪文アップが入ってるともうこんなもんなんですよ、結局は。もう倍速でいいね、これはね。あとは。もう怖いもんないわ。こっからは殴るだけ。もう、何があろうとも、俺らに怖いものはない。もう演算叩けばもう、ま、何の問題もない。HP 確保もできるし、あとはひたすら殴っていけばもう、何もないですよ、これ。こういうことですよ、皆さん。ノラだとそんな うまくはいかないよみたいなこと言うんでしょ、どうせ。知らんがな。ノラだったら極光装備持ってるか特攻装備持ってるか死ぬときは死ぬだろ。極光装備、特攻装備がないの、ないとクリアできないっていうのがね。でもこれやっぱ混乱ケア、うわ、素晴らしいね。カカロンケアできるんだね。いいね。もうちょい混乱は食べ物積んだ方がいいっていう結果ですね、これはね。まあそれは分かってたんだけど。で、バドキンだとね、ギガチャーとか打ってヘルス確保もできるので、立ち回りやすいですね。配信出ちゃったよ。ラッパが無駄打ちですね、これね。初手ラッパでしたね。衣ちゃんが正解です。私が間違ってます。豪華。もう。休みガード極みですし。極みですし、僕たち。演算、まあ使っちゃったから。これはあれですね、演算取っといた方がいいですね。さあ、ここは道具任せて。あ、被ったかも。
かぶっちゃったかもしれません。怒り直しは必要ですか？そろそろ短結果とともに怒り直しみたいな感じでしょうかね。ビールが入っていく。まあもうめんどくさいんで怒りましょう。やることないんで。やめびこしていく。不死鳥劣化1万5000。なるほどね。コロムちゃんはあれを積んできたのかな？ 1.3 倍積んできてたのかな？ 1.3 倍はあった方がいいかも。はい、これがバトキンの強み。怒った後に CT チャージ。烈風山なんて効きません。烈風山なんて効く余地がありません。バンカも入って。うん、いいですね。だからスキル自体は持ってきてたもので問題ないんだけど、4P の小玉さん、小玉役のヤルカナさんが、小玉優先、リベホ優先で動いてもらって、バフ付けを、もう一人の補助の人がやっていただくみたいな感じにすれば、まあ絶対安心だし、まあでもね、そうね、やるならそういう感じがいいかな。補助が一人だと、一人の補助さんがめちゃくちゃ忙しくなっちゃうから、回んなくなる可能性もあるし。まあでもどっちにしろだよ。みんな想定してもらうのは、これはこんな感じで、むしろオーバーソースで時間はかかるけど余裕でクリアできる感じの組み方になってますけど、ノラでじゃあ実際にこれってなった時には別にこの装備にしてれば何も問題ないよね。他の人たちが極光装備してくんだから。だからそもそもこの話で論点ずれてんだけど、極光装備なしってでもいいって言ってるんで、ノラではね、そんなうまくいかんっていう話はさ、ありえなくてさ、ノラの人たちはみんな極光装備使ってくるでしょ。で、自分だけ、極光装備なしの状態なんだから、別にノラだったらもっと早くクリアできんじゃない？全く、逆にクリアできないパターンもあるかもしれんけど、さ、それは自分が極光装備してないからクリアできないっていうことじゃなくて、単純に4人で、ラルガンを倒しきれる構成じゃなかったっていうだけで、まあ、演算はなんか2枚とか積めるんだったら何枚でも積んできたい感じはありますけど。来光召喚でケアと。あれ、切れちゃった今、なんか。何かが切れたような感じがしたが。さらには、シュンケさんが今回ゼニスガンできてるんで、HP アップも見込めてるんですね。で、ゴーマがもうね、全然全然。毎回これ、いざない混乱がね、やっぱ入るんで、混乱食べ物を優先っていう形ですね。まあ、ここに来て、やっと少しピンチなのかと思えるシーンがやってまいりましたが、烈風山、あ、もう混乱も解除されました。怒りが切れたか。もう烈風山中でも何も怖くないもんね。ただ怒ればいいだけ。勝ってダメージを出すっていうよりかは、攻撃ダウンが比較的頻繁に入ってくる可能性があるので、それを、怒りでケアして、まあ、CT チャージにも恩恵もあるし、怒るとダメージアップの、ね、当たり前ですが恩恵があるので、まあ、あんまり考えずにバコバコ打っちゃってますけど、まあ、せっかくだったら雫でも使っときますか。せっかくなんでノーデス、あ、ちょっと待って、被るなよ。あ、死んだんだけど。あれ、おかしいな。まあ、今のは普通に雫使ってればノーデスになってたんですけど、別にそこまで再現しなくていいでしょ、もう。これ見てる感じさ、分かったでしょ、みんなもう。なんか特にないでしょ。ギガ伝説級だからね、特攻装備ないとクリアできるとかできないとか、まあ時間はかかるよ。見ての通りめちゃくちゃ時間かかってるけど、そりゃそうだよ。6分の1ぐらいのダメージしか出てないんだから、特攻装備の。単純に普段の周回の1周6倍ぐらいのコストはかかりますね。ただこれは全員が特攻装備なしだからね。さっきも言ったように、この装備参考に普通に組んでれば死なないんだから。さっきはね、さっきは雫投げなきゃいけないタイミングというか、回復ソースを使わないといけないタイミングで使わずにプレイしちゃったからあれだけど。見ての通り、まあバフ付けで耐性がこんだけ入っちゃってるからあんま参考になってないんだけど、バフ付けなしでも受け切れる。ちなみに今バフ俺切れてるから。バフ切れてる状態で、ちょ待てー、俺火力ないんだけど、ここのケアしないとダメだね。火力上げ系、龍神山回でケアできんのかな ?50% だからな、こっちな。それを自分でケアすることも必要と。まあ、バイキ持ってくるのもあり。混乱さえケアしてしまえば、涙を使う必要性もないと思うし。ちなみに今のゲージ割りですからね。ゲージ割りも普通にこなしていきます。で、龍神山回で、私は 50% の可能性にかけていきましょう。まあ一人がダメでも、2P でコロモちゃんの火力もあるしね。
ポイントはこのレ、ね、プレイ前に言ってましたけど、烈風山が基本的には一番頻度高く来るんですよ、スキル攻撃としては。でゲージ割りのシャドウがでかいのと、烈風山のダメージはそこまで大きくないんだけど、数が大きいからバギーを上げておくという感じですね。で火力が上がっていくと、から構えていく。俺もなんかこれ、これはまあ縦ラッパでいいね。なんだけど初手打ちラッパでいいんだけど、初手打ちラッパも速度上がるだけ意味あるか。逆に不死鳥劣化の場合、あれですね、怒る前に動いた方がいいかもね。怒る前っていうか、ラッパ打って一発受けて、で不死鳥劣化打ち切った後に怒り溜め直して打つとか、それか初手不死鳥劣化劣化打っちゃって、で怒り溜め直す間にラッパでガードして、怒りたまるまでガードみたいなの立ち回りの方が良さそう。あ、ちょっと待って、瞬間がしに、もう入っとこう。それとあと何の気なしに慎重で来ていただいたけど、この構成だったらルビショの軍師、ルビショ軍師の方がいいかもしれない。まあでもあるかな、ノン系でかいか。うん、まあいいね、普通に慎重奥義だね。慎重奥義の今回は児玉マンさんは攻撃2じゃないけど、こだまする攻撃2積みのバンカ積んでもらってる慎重奥義さんがいるとかなり楽ですね。まあノラではそんなこと要求できないから、逆につまりは何かっていうと、ラルガンを補助こだま2積みでいってりゃ、まあほぼ負けないってことよね。これは何だろうな、もう分かったでしょ。これでも分かってもらえない？これでも分かってもらえないんだったら俺には無理だわ。この映像を見て、この実態、この現実を見て、いや、それって、これがああだからって、あやつけようある。6倍から7倍ぐらいの時間はかかるかもしれないよ。全員ね、極光装備なしで来てるから。でも実際これ、ノラのことを想定すると、極光装備をね、ノラもなしなんて縛りはやらないわけで、他の周りのことを考えれば、極光装備を持ってる人たちがいる中、結局は死なないで1万ぐらいのダメージを通しながら立ち回れる不死鳥劣化っていうのもあるし、まあ補助で動くっていうこともいくらでもできるし、極光装備がなくたって全然、むしろ極光装備 ない方がダメージとしては耐えれてるやんっていう話。ここまで言ってもダメですか？あの放送のね、リップサービスでここまで大きいこと言ってますけど、私個人はどうでもいいと思ってるんでね、誤解のないように。でもやっぱね、楽しくないよ。極光装備とか特攻装備ないとクリアできないみたいな間違った考えに縛られて星ドラやってたら、もういくらでも何とでもできるわけですよ。それを証明できているのであれば、時間をかけた意味があるかなと思いますけど、皆さんのリアクションはどうなんでしょうかね。なんかここまでオーバーソースで余裕だと、もっと絞っていいよね。あ、死んじゃった。これ、イザナイが痛いね。ということが発見されました。ドルマですって。ドルマケアしてないもん。イザナイドルマをケアしないといけないという、そんな。ウォーカもやっぱり、あれだね、補助が入ってないと、まあまあ痛いね。だから、それも踏まえて、今回のワンプレイで最適解が多分出せますね。まあ、あと、ダメージのことも考えると、やっぱ、火力上げがね、火力ダウンが入り、かなり入るので、そこをケアするっていう感じですね。はい、ということで、以上でございます。そして、伝説へ。これ別にどこかけて、誰か一人かけてても、全然クリアできるし、これでもダメ？これでも響かん、みんなに。で、まあ、総まとめです。総まとめしましょう。で、基本的な構成はやっぱりこれで問題ないですね。これがアニメ版コーマンの杖か。これが一応次の候補になるんですけど、まあ、魔食にすると装備要求かなり高くなる。つまり、装備の幅が狭くなっちゃうんですよね。だから今現状装備してるこの竜の女王ローブから赤武者甲冑したみたいなことをやっちゃうと、アニメ版コーマンの杖でどこまでいけるかちょっと微妙。呪文アップ系の組み方ができないんですよね。アニメ版コーマン杖だと。だからこっちでも、まあ検討の余地はありだと思うけどね、全然。でも考えやすいのは不死鳥の方が考えやすい。やっぱりバトキンは怒ってるから攻撃力ダウンが入っても、今回ケアなしでもダメージある程度確保できてたっていうのもあるし、これにプラス攻撃力ダウンガードのケアができれば最高だね。だから食べ物にまず今回は麻痺持ってったけど、麻痺は多分それぞれの装備でケアするのが最適解で、混乱を少し多めに積む。今回紋章でも混乱を多めに積んでても受けてたから、
食べ物に混乱をこれに積む。ということで皆さん、もう一回ね、改めてこのプレート、まあ、特攻装備についてちょっと今日メインコンテンツを実は用意してて、メインコンテンツっていうか特攻装備の勘違いされてるポイント、ちょっとねこれかなりナイーブというかセンシティブな話なのであまりするべきじゃないかなって思うんだけど、特攻装備には3つのまず本質があるということをもうこの流れで言っちゃいたいと思います。その1、特攻装備っていうのはみんなが思うように表面上のまず特性があります。その表面上の特性は集金要素です。ただしただしこれはまあ他の星ドラミンの方たちも思うところあると思うんですけど、そんなことを毎回やられたら課金する気が起きないとかっていう逆説的な側面も存在してしまいます。大変なんだからみんなで頑張って支えようよ星ドラをね、売上集金目的っていうところがねゼロなんていう話はね、これ営利を目的としてる会社がやってるサービスなんですから。このリンゴね、原価実は5円なんすよって、でも100円で売ってるんですよって言わないでしょ八百屋さん。集金要素があるように見えるだね、正しい表現としてはね。それは本当に表面上の一つで、ここで思考停止してるのが問題で、その裏にはちゃんと本質があるわけ。もう一つ、二つ目の特攻装備の要素としては、その武器がパワーアップするっていうことはですよ、何が起きてるかというと瞬間的なインフレが起きてるわけですよ。星ドラはねメジャーバージョンアップデートと私は言ってますが、インフレの価値観においてね、インフレメジャーバージョンアップデート1はまあ CT15 秒スキル、これ何回もさっき、ま、生放送で言ってるんですけど、メタ研から始まって CT が早い あのスキルの方が有効性が高いっていうところから始まったわけですよ。で次に天空剣錬金覚醒が来て、みんな星ドラプレイヤーのみんなが剣戦というか剣ばっかり、剣芸と言われ、みんな天空剣になった。そこで汎用性に注目され、そこで、インフレのバージョンアップデート 2.0 が行われた。でみんなねインフレって言うんだけど、みんなが言ってるインフレってその間にあるマイナーバージョンアップデートをインフレみたいなことを言って、それもインフレって言ったらもう何もかもインフレやんっていうね。ちゃんと時代時代の背景を見て、ここで時代変わったよねっていうところをインフレと定義した場合の話です、これ。で天空剣の次に勇者剣が来ます。勇者剣が来てこうスキル行動したら火力が上がり、さらに特性で 1.1 倍とか倍率がかかるっていうのですごいダメージが出るように見えたと。でここから瞬間火力時代が始まります。瞬間火力が出るものが強いというふうに思われる時代のインフレアップデートバージョン 3.0 が入ります。で次の、次に超越スキルが実装されて連撃、次に注目されたのが DPS という考え方だね、ダメージパーセカンド、まあ、継続的な累計ダメージ。ただまだ依然とね瞬間火力の方が出る武器に注目は集まってますが、内部的には DPS を上げる超越スキルっていうのがインフレとしてバージョン 4.0 が来ますと。でバージョン 5.0 で CT100% 武器が来て、超越効果と合わせて連撃もできながら初手から動けるというところのインフレが5段階に分かれて今来てるわけで、これ以上今星ドラはインフレしてないんですよ。細かいインフレはあるよ、 5. 何ぼとかっていうマイナーバージョンアップデートのインフレは繰り返してるけど、メジャーアップデートのインフレは起こってない。なんでか、特攻装備パワーアップがあるからなんですよ。根幹的な仕様に関わるインフレを起こさないために特攻装備っていうのを、特攻装備パワーアップっていうのがまあインフレを良くしてる働きもしている可能性がある。これは俺の主観論理的に考えて今までの時代背景や星ドラの全体のゲームバランスを考えると、そういうふうに解釈もできますよねっていう話。否定する人もいるかもしれないし、そんなことは特攻装備に要素としてないっていう言い切る人もいるかもしれない。ただそういう可能性、そういう考え方をすればそれで着地できますよねっていう部分も否定はできない回りくどい言い方になるけど、ただしじゃあどういうことが起こるかっていうと、特攻装備ダメだ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 っていうと、特攻装備をなくしますってします。特攻装備がなくなりました、何が起こりますか。インフレ抑止してるものがないので、インフレしなきゃゲームがつまらなくなります。よってインフレします。インフレしたらどうなるか、インフレ装備がないとゲーム楽しめないって今度言い出します。皆さん過去見てください。インフレしたね、当時の注目されてる装備がない人たちのこと何と言ってました？なんちゃら難民って言ってましたよね。みんな結局同じこと言ってんですよ、過去に。
今特攻装備にね、目が行って、集金目的だ。特攻装備ないと、野良で蹴られる。特攻装備ないと星ドラ楽しめないとか言ってっけど、昔から難民とか言って、その装備ないと楽しめないなんて、ずーっと言われてきたのよ。何を今更特攻装備だけそんな、わーって言って、コロナみたいにさ、コロナコロナコロナみたいにさ、あ、ちょっと不謹慎だ。今のカットします。今のカットしますけど、まあそういう要素があると仮定もできますよね。特攻装備がなくなった場合、インフレが助長されて、結局インフレした装備がないと楽しめないゲームって言われるだけで、何も抜本的に解決しないわけですよ。そこを考えた上で特攻装備ってどういうふうに我々は受け入れて今後星ドラと付き合っていくかっていうのを考えるのが生産的大人がやること。そして、最後の要素ね。ただしです、これちょっと2つ目の話とも続くんですけど、ただね、今言った話は、まあ、あくまで論理的解釈の上、そういうふうにも捉えられるっていう話なんですが、事実は、結局はパワーアップ武器イベントを、で、そのインフレを阻止してるという要素が、抑止してるっていう要素があったとしても、それをずっとやってたら、本末転倒なわけですよ。最近本末転倒っていう言葉好きだな。意味わかります?あくまでも特攻装備、パワーアップ、特攻装備のパワーアップイベントを、一時的に打つことで、その今ね、5.0 以上のアップデートをしちゃうとね、アップデートっていうか、私が勝手に言ってんだけどね、バージョン 5.0 っていうね、インフレを助長、さらに 6.0 にしようとするじゃん。そしたらここまでもうね、いろいろやってるから、さらに複雑になっちゃうわけよね。そうしたらゲーム分かりにくくなって、パズドラ現象みたいなことが起きて、ゲームつまんなくなる可能性もあるのよ。だから難しい。なんで、時間をかけてどういう風にしていくかというのを検討しながら、バランスを取っていくために時間を確保するっていう意味で、パワーアップイベントを現在継続している。で、プレイヤー側のフラストレーションも溜まってきてるから、何らかの対処をしていくっていうことを多分、優秀な武藤プロデューサーは考えてるはずなのよ。だから、それでのつなぎとして今はパワーアップ装備が続くとは思うんだけど。なんだけど、これをね、一時的な要素としてやってるから、さっきの理論って成立するんだけど、一時的なものを継続してたら、それインフレを抑止するんじゃなくて、もうインフレしねえよって言ってるわけよね。シンプルに考えると、インフレする道とインフレしない道がありますと。で、インフレする道は、やっぱり楽しいよね。楽しいか楽しくないかって。インフレした瞬間、やっぱその装備がさ、すごく今までにない強さを発揮できて、爽快感とか、高揚感とか、そういうのがある。で、ソシャゲの運命って、結局はインフレを繰り返していかないと、なかなかコンテンツの鮮度とか、満足度を保つことができないっていう側面もあるわけよ。だからソシャゲはもうインフレする運命なのよ。なんだけど、このインフレを止めるということはですよ、今は一時的にっていう論理展開でさっきは成り立つって話だけど、この一時的をずっとやってたら、つまりインフレを止めてるわけよね。永遠インフレしないっていうゲームになっちゃうわけよ。それは逆効果よね、という事実もあるということ。だからこれを一時的な解釈という名目で論理展開して正しく把握したとしても、それを継続的にやっていることに不満を感じている人がいるんであれば、その人は正しいと思う。三つ目としては、最終的に世の中的には特攻装備がないと周回できないっていう間違った発想があるわけよね。周回できますよ。時間かかるけど。で、まあしかもこれは全員ね、今特攻、極攻装備なしでやったからこんだけかかったけど、ノラでやった場合は、特攻装備持ってる人とか普通にいて、やれるわけだから。で、ノラで蹴られる問題。これに関して、明確な言及をしておきます。ノラは、何の理由で蹴ったかわかんないです。レベルを見てなのか、職業を見てなのか、名前を見てなのか。皆さんね、極攻装備持ってないから蹴られてると思ってるかもしれないけど、極攻装備持ってる私がマルベリって名前見ただけでノラで蹴られるんだから。マルベリって名前見た瞬間に逃げてくんだから。ね、それを聞いた皆さん、丸部さん考えすぎですよって、そんなことじゃなくて別の理由があって抜けてますよって言うじゃない。なのになんで特攻装備だけ、特攻装備持ってない時に蹴られたら、特攻装備が持ってないことで蹴られたんだって理由断定ができるの？で、ノラで蹴られるのは理由がわからないよ。どんな理由で蹴られてるのかわかんないのに、それを極攻装備を持ってないからとか、特攻装備がないから蹴られるっていう理由で、だから特攻装備は悪だっていう論理展開は破綻してるっていう風に放送だから言ってんだよ。本当はそんなこと思ってないからね。なんかまあそういう風潮に流されてるだけっていうところだよね。特攻装備ってそもそもは、元祖は武器種イベントっていうのがあって、武器種パワーアップ、コンとか槍とかが、まあ剣一強時代がずっと続いてたから、
他の装備が使えるようにも楽しく使えるように、その武器種ごとにパワーアップするっていうイベントが最初に実装された。それがめちゃくちゃ大ハマりした、大ハマりっていうか、あのすごい好評だったのね。なんだけど、それをなんかどっかでネジを違えちゃって、それをガチャ、そのイベントごとのガチャ装備をパワーアップに変えちゃったわけよね。せっかく良かったものをちょっと違えちゃってみたいな、そこがね、なんでこんなことになっちゃったんだとかさ、そういう話だったり、さっきも言ったインフラ抑止はいいけど、これを継続的にやってたらね、コンテンツが成熟度増さないじゃんとかっていう、そういうまともな、まっとうな否定論だったら、俺はもう全然甘んじてね、まあ確かになと、俺も思うところあると、でも一緒に頑張ろうと声かけてあげられるんだけど、運営に文句言ってさ、なんか変えさせようったってさ、これはバナナですってリンゴを持って言ってんだよ、ずっと。バナナなんだもん、だってバナナなんだもんって。リンゴやろそれって。なるでしょ普通はね。バナナですってずっとリンゴを持って言ってんだから、そりゃ何も良くなんないよね。ということで、特攻装備についてのまあ概念ポイント3つ、間に入ってみました、ヘイトを活用、ヘイトを買うような発言はあくまで生放送の演出でございますので、皆様、誤解のないようによろしくお願いいたします。以上をもって特攻装備のメインコンテンツ、今日用意していたものは全て紹介しました。ということでコメントを開放しますので、皆さん私が今言った一連の流れと言ったことについてどう思うか、好き勝手言ってください。私に対してのバッシングでも何でもいいです。まあ私も好き勝手言いましたんで、今度はみんなが好き勝手言うタイプ時間ですよ。お互いね、イーブンに行かないとそこは不公平です。